はいいじゃあ始まりままりしたハイチのダラダララ第94回でございますで今回のテーマが勉、まあねまあね「勉強サプリに参加した理由」ということで前回ねこれ喋るよみたいな喋るかもっていう感じかで話してましたけど勉強サプリに参加した理由ちょっとね裏話なんかも含めながらですが話していこうと思いますのでもしよかったらねお付き合いください。 で、えっと、サブテーマの方に、まあ、悔しかったコメント、そしてね、今言ったような、ちょっとした裏話という感じで話していこうと思います。えー、話せる範囲で、<laughs> 話せないこともきっとあると思うんですけど、まあ、話せる範囲でちょっとね、話していきます。で、まあ、勉強サプリ、まあ、勉強サプリがなんだっていう思うね、方もいらっしゃるかもしれないんですが、えっ、ー、と、まあ、リクルートという会社が提供しているサービスで、えー、月額980円かな。で、えっ、ー、と、中学生対象の 国語数学、英語理科社会5科目のまあ、プロがやってる授業を見放題っていう。そういうね。まあ、サービスがあるんです。で、そこで一応英語の担当ということで参加してまあ、この前ね撮影が終わったんですけど、やらせてもらったんですね。で、まずなんでね。まあ、今でもね。そんな対してまだ。 認知度というかそんなに知られてはいないですけどこんな無名な男がね YouTube で動画上げてるだけのね無名な男が何で声がかかったかっていうとあるね塾の先生の存在があったらしいんですこれはリクルートの方から聞いた話なのであの,あの自分が直接関わったわけではないんですけどあのまあリクルートがもういろんな先生を探しててねである 東京だったかなで自分で塾を開いてるすごい有名な先生がいらっしゃるの自分もねお名前だけちょっと聞いたことがある方だったんですけどでその方に、まあ、連絡を取ったらしいんですねけれどまあ本当に忙しい先生なのでちょっと無理ですとあそこに参加するのはってで言われたらしいんですよでそこでその先生が YouTube であの動画上げてるハイチって先生知ってますかって言ってくださったらしくて で、その時、担当のリクルートの方はもちろん俺のことは知らなくてね。で、話を聞いてて、で、動画を見ていただいて、そのリクルートの方が見ていただいて、ああっていうことで声がかかったんです。そう。連絡が突然来てね。で、えっ、ー、と、もちろん、ね、話が来たからすぐ受け入れるわけではなくて、トライアルって言って、ちゃんと試験がある。そう。一本、動画を撮ってみて、それを審査されるの。これでいいか悪いかっていう。で、なぜか、なぜかって言ったらおかしいけど、 そう、なぜかそれを突破することができて、正式に先生として参加させ,たさせてもらったと。それが一応、まあ、勉強サプリに参加した経緯だね、そこはね。そうそういった流れがあったの。だから、そこの先生が行ってくださってなければ、ね、参加することもなかったし、まあ、なぜね、その先生に自分のことが知ってもらえたのか、それは分からないんだけど、でもだからすごい感謝してるよね、その先生に関しては。うん。っていうのが一応経緯であってね。で、その勉強サプリに参加した、えっと、かなりね、 長いいい期間は言言えななくって公言しちゃいけないことだったからで実際公言した時にこ,うここではさあの YouTube では無料で配信してるでしょで自分がこの YouTube でやってる活動の意義っていうのはまあもうねこれは前に勉強サプリじゃねやえやダラダラジオで話してるからあの詳しくは話さないですけど今はこう子供たちが好きな時に自分の意思だけで好きなタイミングで何回でも ね、ある程度のある一定のレベルの授業を見ることができたら人生変わんじゃねえかなと思って上げ始めたのね自分は。でまあそれが今ね、えっと、7万7千人ぐらいかの方に見てもらえるようになってっていう風になっていったけどこうそうやって無料でっていう、ね、ところが結構こだわりもちろんあったからさもともと塾講師やってる時は月謝高えなってなんで勉強ってこんなにお金かかるんだろうって思ってたからね。 でも今回の勉強サプリに関しては有料でしょもちろん安いけどね。勉強のことで月間980円だったら安いけど、でも、ね、やっぱお金を取るっていうとこに参加することに葛藤はなかったんですかみたいな話もあったのね。であの質問をいただいてたんですけど。まあ実際あったよ。うん。すごい迷ったもん、参加するのに。最初は受かると思ってなくって。そう。だから,気が気がら、気楽にっていうか気軽にね、トライアル受けさせてもらったら受かったんだよね。そう。 でそっから考えためっっちゃあれと思ってそうで考えたんだけどこう結局最終的にはその悔しかったコメントっていうところそこがモチベーションの元になってやろうって決めたのね。でこれは何かっていうとこれね悔しかったコメントってバカにされたとかあの授業分かりにくいってあのディスられたわけじゃなくってこれはねよく言われるんだけどもっと早くに知ってたかったですっていうコメントなんだよね。 これれは今でもよく言われるうん、すごい言われるんだよね。で、いろんな嬉しいコメントを毎日ね、あの読ませてもらっていただいてますけど、まあ多分、結構バカにされるとか、でも,もう慣れてるので結構その、なんだ、体勢というか、ね、慣れてきてるから全然問題ないんだけど、このコメントは、おお、めっちゃびっくりした。ごめんね、エンジンかかったよね、外のね。そう、このコメントは、やっぱすごい悔しくてね、何が悔しいって、 そう思ってくれたことは嬉しいんだよね嬉しいんだけどだからもっと早くもっと自分が知名度があってその子とかその人に知ってもらうことができたらもっと違ったんじゃないかってもっと違う影響を与えられたんじゃないかっていう欲張ってるただの自己満足の感じなんだけど俺のうんでもすごいそれを思ってねで、まあ、当時はやっぱり今以上に知名度がなかったからそれをよく言われてて今必要なのは知名度かなとそう もっといろんな人に知ってもらって、で、たくさんの人にまず知ってもらうこと。で、そっから、いや、この人分かりにくいわ、とか、いや、この人めっちゃ分かりやすい、って、もちろん分かれるんだよ。それは分かれて結構なんで。けれど、まず最初に知ってもらわなきゃスタート切れないから。そう。だから、知ってもらうためにはって、すごい考えてた、その当時。で、やっぱり、一個人でやってる活動だから、どこにも所属してないからね、自分は。一個人だから、だから、限界があるんだよね、正直。 で自分は広告売ったりもしたことがないのでみんなの口コミとたまたま見つけていただいたっていう,そうほんたまたまであの成り立ってここまで大きくなってきたタイプなのでだからここで、まあ、リクルートって本当ね超大きなもうめちゃ大企業ですよに参加することでもしかしたらちょっといいふうに知名度がね広がるんじゃないかってハイチって誰だみたいな。 そっから YouTube の活動を知ってもらってでさっき言ったように「いや分かりにくいわこいつ」って思われても「あいいなこの人」って思ってもらってもどっちでも構わないそう、そのスタートにまず立てるんじゃないかと思ってその悔しかったコメントを減らすために参加しようって決めたんだよねだからやっぱりお金を取るっていうとこと葛藤はあったけどでもただね一番運が良かったのは自分今英語の中学校の、ね、中学校の英語の教科書を担当してるの。 だから普通に教科書の本文とか取り上げるのね、勉強サプリの授業の中では。でもこれって著作権がもろに関わることなので、俺の YouTube は絶対できないんだよ。あの、例えばサンシャインとかニュークラウンとかあるけど、中学の英語。サンシャインのプログラムいくついくつみたいなの、どこどこと見て、どこどこ見てとか絶対言っちゃダメなのね。そう。でもそれはできるって。だから YouTube でできないことを勉強サプリでやることになるから、重複しないんだよね、やってることが。 だからちょうどいいなと思ってそうそういった意味も込めてそう参加しようって思ったんだよねだから葛藤はあったよ <laughs>、うん、今なんか思い出して,きてちょっと喋りながら思い出してきたけどあったな,なんかめっちゃ考えてうちの奥さんにもすげえ相談したなと思ってうんけれど今振り返ったらやってよかったと思うあの正直まだあのこのサービス自体がリリースされて日がまだ浅いのと で自分がまだまだ大した授業ができてないっていうのももちろんあるんだけどまだまだこう知名度が広がったっていう感覚がさらさらないのね勉強サプリ参加してけれどきっとこれからだと思うしでその時にもちろん勉強サプリをやっていただいたねやっていただきながらでもいいしやっていただかくてでも,もちろん構わないんだけどそれに関してはでも自分の、ね、YouTube の動画今高校生メインで撮ってるけどさが充実してって一人でも多くの、ね、子供たちが のまあ人生,人生ってすら大きすぎるけど生活がちょっっっっと変わったらなってやっぱり思うんだよね、うん、正直、まあ、この活動を始めて3年3年前始めた時 <laughs> こんなふうになると思ってなかったし、うん、そういう思いはあったけどただの願望だったけどねでも日が経つにつれて実際にこう変わったって、うんね、例えばあの一番分かりやすかったらテストの得点が上がったとか、ね、授業中すごい分かるようになったとか、うん 勉強楽しくなったとかいろんな子がいろんなコメントをくれてであちょっといい風に影響を与えられてるかなっていう風な実感をみんながくれるからさだからやっててよかったと思うよね勉強サプリに関してはほんとしんどかったけど <laughs> まああんま深く言えないけどほんとに大変だった、うん、でもやってよかったやっぱりしんどいこととか 辛いことっていうのは乗り越えた先にやっぱり見えるものがあってっ今回ね勉強サプリもうなんだろう駆け抜けてる途中はね何度心折れそうになったか <laughs> もうね長距離のマラソン走ってる感じでずっと走ってて走っててまだゴールつかねえよってもう諦めたいわっていう風にずっとね思ってたけどでも走りきって弱かったなって思う本当にね これからの授業に生かせる、こっちの YouTube の活動にも生かせるしね、うん、いろいろと自分の活動、YouTube 以外にもね、自分個人の活動にもいろいろ変化を持たせるというか、変えていけるのかなと思っております。はい。なので、まあそんな感じですかね。うん。あの、もっと裏話、いっぱい話したいところもあるんですけど、えっ、ー、と、深く話しすぎると NG 出るかもしれないので、今回ちょっと浅い感じですから、まあ一応参加した理由はそんなところにあるっていうのをお伝えしたく喋らせていただきました。 では、今回はハイチのダラダラジオ第94回テーマ、勉強サプリに参加した理由を喋らせていただきました、えー。今回はね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回が、えっ、ー、と、今日が7月の、はい、失礼します。ちょっと待ってね。今日何日今日3日か。3日じゃないよ。今日5日だね。<laughs> 撮影したのが3日だった。ごめんよ。ってことは次、12ですよね。 えー、次回のダラダラジオは多分、えー、3日後に講演会控えてるのでド緊張でテンパってますっていう回になるかもわからないけどでその次の時が、えー、講演会が終わってるので夏休みの過ごし方というかこう勉強どうやってやったらいいか受験勉強を夏どう生かすのかみたいなしゃ、ね、ことも話していこうと思いますのでちょっとまだ次回はね決まってないんですがもしよかったらそっちの方も聞いてみてくださいほんじゃ今回はこれで終わります以上ですありがとうございました